今背番号22の北一馬のユニフォームを草津の選手が着ました。高田ですね。高田がキーパーを務めると、そうですね、植木監督からやすやすということで再三指示が飛んでいましたので、キーパーになったようですね。いやー、北一馬、ゴールキーパーの控えでした北一馬のユニフォームを借りて、なんと高田がゴールキーパーということになります。落として外から行ってほしいですね。確かにキーパー、高田を迷わせるようなボールを出せるか、高地だ、高地、よく掴んだ高田。急遽キーパーに入った高田、ここは、通常のキーパーであれば何でもないプレー。レオナルドから江藤、シュート、高田で当たる、藤田、ゴール前、高田がよく防いだ。いやー、今の高田よく足に当てましたね。落ち着いています高田。このコーナーね、一番怖いんじゃないですか、高田選手は。さあ、しかしコーナーキックは初体験でしょう高田。ゴールに向かってくるボール、そらして、ここも高田が抑える。試合後半、草津本田の一発退場を受けて、そらして、いやー、ここは、もう一度取ってしまいましたね、今ね、いやー、ここは、ここはね、ゴールキーパー急増ですから仕方ありません。ちょっとルールが分かってなかったですね、ルールがね、キーパーのルールが、ここは、分からずにファールを犯してしまいました。しかし願ってもないチャンス。いやー、どんなコーチングをしているのか高田。至近距離でのセットプレー、高地のシュートを吹かしてしまった。いや、アディショナルタイムの5分は過ぎてきています。そしてここで試合終了のホイッスル。高田、勝ち越しゴールは許しませんでした。1対1、草津としてはこれよく勝ち点1を取ったと言ってもいいでしょうね。残りのね、時間を考えればね、なんとか守りきったというか、できればね、やはり11対11で最後まで戦ってほしかったんですけどね。しかしサガン鳥栖としてはこういう状況でも最後ゴールを割ることができませんでした。勝ち点が奪えませんでした。サガン鳥栖とザスパクサス1対1、ドローに終わっています。